甘えられたいのが本心だけど甘えてくんないから1個前ドンタンの時より、うん、めちゃめちゃ緊張した本当に。せーの、今日好き。キョンジ編でカップル成立したコウとヌイヤです。よろしくお願いします。今回はこちらのカードに書かれたお互いが気になっていることや聞きたいことについてお話ししていきたいと思います。はい。ど真ん中で、ど真ん中で。あ、甘えたいか甘えられたい、どっち？お、甘えたいけど実際会うと甘えれないっていうのが悩みですね。そう、連絡取ってる時とかもね、甘えれないですか？はい、まだ LINE も行けるんよね。はい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 。でもさ、実際会ったらさ、ちょっとね、緊張ですか？緊張。でも甘えたいのは甘えたい。おお、楽しみですね。甘えてくれんの。はい、甘えてください。逆に、うん、自分は甘えられたいのが本心だけど甘えてくんないからまあ自分から行くかなっていう。うんうんうん、うん、甘えてほしいけどね。甘えかな。甘えてほしいっていうのが本心だけど。はい、じゃあ甘えます。甘えてください。はい、甘えてください。はい。告白するときどうだった？どうだった？どうだった？告白するとき1個前ドンタンの時より、うん、めちゃめちゃ緊張した本当に。そう、みなちゃんの気持ちがあんま分かんなくて、うん、怖かったし不安だし、成立した後のこととかもいろいろ考えてたから、うん、楽しみではあった。うん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 。で、まあ、結果的に成立できて安心感がやばかった。あ、よかった。足りる時なんかあった？どんな言葉だろう。文章とか、うん、言葉ってこと？楽しいな。あれはあのボール、ボールね、書いてくれたやつあるじゃん。うんうん、あれはあれに関してはどういう気持ちなんですかね。やっぱ伝えてなかったやん、なんか、うん、だからもあれでもうストレートに言ってみた。うちもなんかしたいと思って考えたんよ、うん、そしたらキャッチボールに書くのいいやんと思って書いてみた、うん、ありがとうございます。いいですね、はい、いいっすね、はい、いい彼女っすね。いい彼女っすね。いい彼氏ですね、はい。今欲しいものはありますか？今欲しいものか、うん、あれ欲しい、ペアルック。服、ペアルックね、うん、ペアルックね、うん、いいね、ペアルック。それ着てデートとか行きたい。いいっすね。ですね。ありですね。どういう系のペアルックがいいとか。パーカー。パーカー、うん、はい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 。パーカー欲しいね。逆にないんですか欲しいもの、うん、形のないものだったら、うん、メイちゃんの愛情もうちょい欲しいかなですかね。っていうのがありますね。はい。はい。はい。お願いします。はい。はい、お願いします。はい。はい。旅中の一番の思い出は？二つあるね。うん、うん、二つ。一、うん、つが、やっぱ、制服で誘ってくれた時、はい。あれやばかったね。泣いてましたけど。あれやばかったね。泣いてましたけど、あれやばかったね。俺本当に喜んでくれてた。メイヤちゃんからなんかしてもらうことっていうか、誘ってもらったりっていうか、うんうんうん、そういうこと自体が初めてだったし。そうだね。やっとなんか伝わったのかなっていうのが分かったからめっちゃ嬉しかったね。でもう一個が、まあ、再び会って、うん、両方の2日目の朝、うん、思い出深いね。思い出深いね、うん、いろいろと思い出深い。そうね、うん、濃かったなっていう。いや、あれやばいわ。リフレッシュ、リフレッシュしに行きませんか？しません。メアちゃん、リフレッシュしに行きませんか？旅中の思い出ありますか？あなた、旅中の思い出は、はい、やっぱ2日目の朝、ヒョンジュの2日目の朝やね。 あれはもうやばい。あれでかかったね、多分本当に。もうあれで気持ち、もうちょっとあれだった。グン、グン、グンって、うん、してよかったな、本当に。してなかったら今あるか分かんないもん。そうね。よかった、マジでして。天才あれ、本当に天才。本当によかった。連絡とか取ったりしている時にどういう言葉言われたら嬉しい？でもさ、今もさ、連絡取るよりけど、うん、好きって言ってくれるじゃん、めっちゃ。まあ言うね。それはもう嬉しい。あ、嬉しい。それが嬉しい、うん、うん、いっぱい言ってくれるのがってことね、うんうん。
なんか言ってほしいことはないの？可愛いと好きとか。キティに言わしてください。言わしてください。言わしてください。お願いします。彼女がしてたら可愛い髪型。何人のやつだその3列レイヤー。レイヤー、そう、レイヤー。レイヤー、レイヤー可愛い。したいんよ、レイヤーで。今伸ばしてくれてると思うんだけど、伸ばして、センター分け、うん、頑張ってる。動画とか見てるとき、あれマジでクソほど可愛いね。センター分け、うん、本当なんか雰囲気ガラッて変わる。変わるね。うん、うん、おでこ見したら、うん、ギャップあって好きなんだよね。だから好きですね。じゃあしますね。お願いします。伸ばし続けますね。はい。クリスマスデートどこ行きたい？どこ行きたいですか？やっぱ一番行きたいのはディズニーデートだね。そうね。ディズニーデートでクリスマスイルミネーションとか、うん、服装は制服で、マフラー巻いて、マフラー巻いて、マジで白のマフラー似合うから。本当に絶対似合うから。じゃあ白ね。うん、絶対似合うから本当に、うん、マジで似合うと思う。白買います。でマフラー巻いてね。楽しみですね。楽しみです。はい、じゃあ行きましょう。ラスト。嫌なこと、怒ることある？怒りもしないし嫌なことない。え、別にないけどな。ないの？嫌なこととかされたら、うん、なんか何でも許しちゃう。なんで許しちゃうの？わからない。なんで？好きだから。やだー。やだ、やだ、のろけるね。のろけますね。好きだから別に嫌とかないの。俺も確かに嫌なことないわ。ないでしょ。うん、うん、好きだからね。ないね。やだ、ないね、あんまり。うん、ということで今回は僕たちの初おうちデートの様子をお届けしました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではバイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、表付き最新話はこちらから。また見てください。バイバーイ。